はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回は、ハーツオーバーイアンを現代もと日本でのプレイ続きをしていきたいと思います。前回までにね、一通りの指令というかコマンドというか、そういったものは打ってあるので、今回はね、その続きになるんですが、とりあえず演習をしておいて、陸軍の経験値を貯めておきましょうというところですかね。で、生産のラインとかをちょっと今後どうしていくかっていうのを含めて、いろいろと戦争を始める前に、やっておくべきことをやっておきたいなと思うんですが、いずれにしても政治ポイントが今13しかなく、かつ陸軍、空軍、海軍ともに経験値が10しかないので、ここをまずは貯めていくっていうところからね、始めていきたいというふうに思います。あとは師団もちょっとずつ手動で移していきますか。ちょっとね、間違って普通に始めてしまったというのがあるので。北海道に展開の部隊は全部やったかな、これで。じゃあ続いて彼らも移動していきましょう。戦車は正直言って数はあんまりないんだな。こうやって改めて見ると戦車がいかに少ないかというのが分かりますね。むしろ戦車は札幌、つまり北海道に1個しかいないんじゃないかな。その他は全部自動車化大隊ですね。もしくは砲兵が一部入っているっていう状態かな。それはそれで全然構わないので。入れていっちゃいましょう。で、ちょっと海軍のね、編成というか、その戦力的なものも確認はしておきたいので。後で見ておきますか。あとは、自動車大隊。実際には自動車じゃないものも含まれているなっていうのは、見ていただいた通りにはなってしまうんですが、それらも、一応、今後のために用意しておきましょう。で、海軍の編成ですね。続いて。海軍の編成で見ておくと、まずは、駆逐艦だな。この辺りは駆逐艦がずらりと並んでいる感じですね。基本的には駆逐艦しか持っていないので、駆逐艦しかないかなというところかな。ちょっとね、駆逐艦クラスだとこれがやっとかなっていう感じですね。お、イスラム国が併合されたか。2016年6月の26日になってます。まだ哨戒活動とかを始めるタイミングではないので、このまま眠らせておきましょう。今の流れだと北朝鮮に対して宣戦布告、平壌を奪い取るというところから、朝鮮もね、一緒くたにしていければいいかなというところですね。
さって、もう今時代はトランプさんに変わってますけど、この時のオバマさんに関しては、今の状態だと安全保障はしてもらえる、独立保障はしてもらえるっていうところなんで、これをさらに進化させていきたいよな。まあ、関係改善する必要もないしね。まあ、戦争が始まって陣営を立ち上げるってことになった時にどうなるかだな。まあ、ちなみに僕の大好きなタイは今ここにありますね。首都バンコク。で、ここがラオスですね。ビエンチャン。で、ベトナムというところかな。マカオ、香港。まあ、この辺りにありますね。で、台湾。まあ、中国の大きさが、でかさがやっぱり半端じゃないなっていう感じはしますけど。で、またね、ロシアが暴れ出すんじゃないかなっていう気もするし、早め早めにね、ちょっと対策を打っておかないと。アゼルバイジャンとかね、ありますね。こうやって見てるだけでも面白いですけどね。まあ、まずはしっかり海岸の防衛、特に日本海側ですね、ここを固めておいて、中国、北朝鮮の脅威に備えつつ、戦争目標が整ったら北朝鮮に対して宣戦布告をしていくっていうのがいいと思うんですが、いずれにしてもちょっとね、その生産のラインっていう面で言うと、機械化砲兵の機械化をまず直しましょうか。ちょっと情けないですからね。ここもうちょっとバシバシ人を集めていく。今だと長編のスピードが遅すぎるんで、これをもう少し上げるために、次の政治ポイントたまったら徴兵制度を変えるっていうのも手ではありますね。まあ、基本的には中国地方一番上陸しやすいところに集めて、こっから韓国に対して軍事通行権をまず求めていくか。いきなり強襲上陸かけるよりかは、韓国に上陸してから陸上攻撃を仕掛ける方がよっぽど効率がいいですよね。まあ、韓国がその条件を飲むかというのはまた別なので、とりあえず仕掛けるだけ仕掛けていきましょうか。パククネですね。パククネ、パククネさん。ここは軍事通行権の要求承諾しないよね。そうだよね。じゃあ関係改善をしてから、しっかりと軍事通行権を獲得していきましょう。まあ、1年あればミサイル巡洋艦が完成しているはずなので、ミサイル巡洋艦も、まあ、日本海にね、配備していきましょう。そしたらちょっと艦隊を再編しておきますか。今いる艦隊、海上戦力ですね。コルペット、あとはフリゲート艦に駆逐艦、潜水艦っていう感じかな。そ
そしたらこれらの艦隊をどうする？ 3、4個艦隊ぐらいに編成し直したいですね。海軍基地を入っておいて、ここには3個艦隊か。で、ここ東京湾には19か。まずこれは1個にまとめちゃう、大艦隊っていう形にして、その方が運用がしやすいかなっていう感じはするんで、こんなに艦隊小分けにしとく意味があるのかどうかっていうのをちょっともう一度考えた方がいいな。潜水艦を潜水艦で単艦運用をするっていうのは危険なので、潜水艦隊としてまとめた方がいいですよね。で、まあ、駆逐艦、フリゲート艦、コルベットに関しては、まあ、ごちゃ混ぜでもいいかなと思うんで、まあ、まずはそこからかな。なのでまずはこれを第一潜水艦隊みたいな形にしますか。潜水艦隊、まあ1っていう形にしちゃいましょう。あとは自衛、どうしようかな。普通の潜水艦隊は潜水艦隊1234でいいと思うんですが、他の艦隊だな、まあ艦隊にしますか、とりあえずはね。でこの後名前もね、気に入らなければかっこいい名前にバリバリ変えていきましょう。なので6隻からなる潜水艦隊1をまずは創設という感じですね。まあ、司令官とかもこの後配備していくにしてもだ。続いてこれだな、彼らもちょっと移動させていきましょうか。これで、ま、第一艦隊みたいな形にしますか。艦隊の数を減らした形ですね。ちょっと一旦時間止めて、艦隊の名前だけ先に入れちゃいます。何か、ポップアップでイベントが出てるので、これは見ていきたいですからね。我々の社会民主党は、今日、労働者階級のための支持と、彼らが信じる自由主義の自由を表明するために集まった。うん。彼らの要求の一つは、富裕者よ、あなたの公正な取り分を払え。おお、これどうなるんだろう。ちょっと内容見てみる。社会民主主義の支持率が 3% 増える。社会民主主義の影響力が1位上昇。これどっちにしてもなっちゃうんだね。じゃあ、まあ、支援に値するっていうか、まあ、特に何もしないでいいかな。政治的な左派は私たちの友人ではなく、もちろん進むべき道でもない。無神論、政治的進歩主義。移民は自然的な国家の自殺につながる政策である。今すぐ停止するか、また永遠に沈黙させろ。どっちがいいのかな。何とも言えないところだけどな。では艦隊司令長官を任命していきます。まあ、ここもね、上から順にでいいと思います。とりあえずは一旦はというところではね。続いて他の海軍基地、ここにもありますね。関西に海軍基地、ここももう一緒にしちゃいましょう。
結構な規模の艦隊になりましたね。じゃあこれ艦隊2という形にしましょう。まあ、太平洋艦隊とかね、ちょっとそういうかっこいい名前も今後考えていきたいところですが、これがじゃあ艦隊3にする。数としてはそんなに、いや結構な数になるね。うん、これも結構な数になりましたね。これで水上部隊としては艦隊の 1,2,3 という形で編成ができましたね。潜水艦の数がちょっと足りてないというか少ないのは気のせいかな。ここが艦隊4になるのかな。そうすると、まあ、ここはね3隻構成の小艦隊っていう形にはなってしまいますが、これで艦隊1234がいて、やっぱり潜水艦がどっかにいるね。どこにいるかというと、ああここにいるんだな。なので彼らもちょっとしっかり編成し直しましょう。第二潜水艦隊みたいな形でいいのかな。ここはそうすると、この潜水艦隊は数はかなり大きな潜水艦の規模になりますね。これじゃあ潜水艦隊の2にしちゃいましょう。ちょっと時間をじゃあ進めていきますね。またで、あとは水上部隊ですね。リオデジャネイロオリンピックやりましたね。2020年はね日本でのオリンピックになりますけど、さあこれで艦隊の5が作れて、すべての艦隊を、すべての艦艇ですね、すべての軍艦を艦隊に組み込めたはずですと思ったら、ここにまだいるね。ここにいるな。ちょっとここの基地をもう一度見ましょうか。潜水艦隊がいて、艦隊2、5がいる。石油の産出終わったね。じゃあ次にどれに進むかっていうと、レアメタルの産出に進みましょう。で、艦隊ですね、艦隊。関西にいる艦隊がどうなってるかというと、艦隊2、3入ってるよね。これで本当に艦隊の再編が終わりましたね。潜水艦隊の1、2。で、あとは艦隊の1、2、3、4、5。で、艦隊の4だけ3隻ということで、ちょっと艦隊の規模が小さいかなっていうところになります。で、まだ艦隊を動かす必要もなければ、戦闘機。空軍も動かす必要はないので、このまま、じゃあ時間だけ進めていきましょう。で、研究としては残り数日で戦車とミサイル巡洋艦がこの後生産体制に入れますね。まだ北朝鮮に戦争を仕掛けるためには1年近くかかるので、その間にできるだけ戦力を充実させておきたい。よし、これで研究枠を使えますね。また研究枠もう1個ぐらい枠としては欲しいけどな。じゃあミサイル巡洋艦を先に進めますか。
で、戦車も先に進めましょう。空母はどうするんだって話はありますけど。ちなみに追加の研究枠を得るためにはレアメタルの産出を終えて、追加の研究枠これなんですよね。そのためには四国の開発もやって、北海道の開発もやってっていう順番を追っていかなきゃいけないんで、なかなか時間がかかりそうですね。で、その上でさっき言っていた、さっきというかもう前回ですね、お話ししていた韓国併合の方に話を進めるってなると、やっぱり長期的な作戦になってくるんで、じっくりね固めていきましょう周りを。で、甲信越、まあこれは北陸の日本海側に海軍の造船所を作ってますが、この後は各日本海側の海岸防衛要塞を建設予定なので、これが建設が終わるとね、だいぶ安心して開戦できるかなと思うんですが、まかり間違っても北朝鮮に負けるわけにはいかないですからね。主力の戦闘戦車、兵員の輸送車、これを作っていかなきゃいけないんだな。そうなると何を減らしていくかというと、まずは歩兵装備を一つ減らして、あとは支援装備も一つ減らそう。本当はね、装備品はできればその完全に集中的に作っていく方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね。で、あと何が足りてないって、主力の戦闘戦車ね、主力の戦闘戦車こっちか。これはでも作り替えでいいんじゃないの。新しいものに作り替えるでいいんじゃないかな。これを、違う、こっちだね。90式の戦車、こっちを作んなきゃいけないか。まあしょうがないな。これで師団の編成にないよね。ないと思う。作った覚えないもん。だからいらないよ、やっぱり。これもいらないと思う。ちょっと迷走しちゃいましたが。不要ですね。戻しましょう。歩兵の装備と支援装備。これを作ることに専念します。いやでも兵員輸送車と主力戦闘戦車はやっぱりいるね。これこっちで見ると、こっちで見るといるな。となるとやっぱり作っていかなきゃいけないのが主力の戦闘戦車かな。これは作るだけ作っておきましょう。で、徴兵のラインからは、何がいって何がいらないかっていうのは随時確認しておかないとまた混乱してしまうので、確認だけは進めておきましょう。砲兵に関して言うと、ちょっとこの後ね
セーブが終わったら見ますが、兵員輸送車と、野戦砲、あとは新装備、これ作ってますもんね、全部。兵員輸送車も作ってるでいいんだよね。ちょっともう一度確認する生産のラインを。兵員の輸送車は作ってるどっかで、いや、作ってないね。兵員輸送車やっぱりいるの。ちょっとここの仕組みが、情けないことに、しっかりしてないな。やっぱり兵員の輸送車はいりそうなので、作りましょう。こうやっていいのかな。で、海軍の造船所が出来上がっているので、駆逐艦を作って、いやー、違う、ミサイル巡洋艦だな。ミサイル巡洋艦を新たに作っていこう。で、ミサイル巡洋艦は、かなり遅そうなので、3年後にようやく1隻ってレベルでしょ？そうなると、潜水艦を1個減らして、駆逐艦も減らして、輸送船団も2つ減らしちゃおう。で、その分を、ミサイル巡洋艦の方に割り振っていくっていう方がいいかな。よし、これでいいですね。そうすると年に2隻ミサイル巡洋艦が建設できるというペースに変わっていくわけだ。よし、これでじゃあしばらくは基本的な生産のラインは固定で作っていきましょうか。気になるのがやっぱりここだよね。第一世代の装甲兵員輸送車、これは作ってないって、作らなくていいのかな。ちょっともう一度だけ確認する。これだよね、第一世代の兵員輸送車、これはいらないでいいのかな本当に。ただこっちで見ると装備生産の不足として兵員の輸送車、これが足りてないって言われてんだよね。兵員の輸送車はじゃあどれかというと、これ戦車なんで、こっちになるんですよね。兵員輸送車。軍用トラックが必要なのかな？じゃあ一旦、兵員輸送車、これを消しましょう。消して、余った工場で、軍用トラック、これを作っちゃおう。これでどうなる？様子見しましょう。綺麗さっぱり消えてくれればね、一番いいですからね。お、消えたね。軍用トラックが必要だったんだな。はい、というわけで、じゃあ今回ね、生産のラインもこれで固定できたと思いますんで、いよいよ戦争に向けて着々と準備を進めていきたいと思います。今回はじゃあここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。